今日のランチは道の駅三つまた。ここは三国街道の宿場町ですね。宿場町っていうのかな、宿場村、昔から。おいで。今日のランチは道の駅三つまた。まあ魅力的なメニューが多すぎて選びきれない。ここの一番人気、もつ煮定食、けんちん汁付き、やったぜ。いただきます。小鳥何？もつ煮ドドドドン。で、もつ煮を食う。青いいらないでいいから。うまいこれ。このもつすっごいうまい。なにこれ？さすが名物。最高。道の駅三つ又に来たら池さんのおすすめはもつ煮。やばい。小鳥さん、ごちそうさまでした。めっちゃうまかったし、すげえボリューム。小鳥さんこれ何ですか？足湯。めっちゃ気持ちいい。あなたも入るんですか足湯？気持ちいいね。何これ、めっちゃかっこいい。このポスター、農家さんがめっちゃかっこいい。あ、 YouTube にて公開中だって。なんと YouTube やってます。後で見てみよう。それからね、もう一つ見て、奥只見丸山スキー場の新聞。すごいおしゃれ、一つ一つ。おー、いいね。バーンってイラストだけ、もう情報必要最小限。まあ、広告だねこれね、パンフレットみたいな。ナイスだねこれ。どう足湯、疲れが取れた？いいね。